皆の者、おはようございます。オルタナチャンネルの内藤です。しめじまです。朝早いです。ただいま8時40分、はい、普通の YouTuber だったら全員寝てます。僕たちは健康早起き、無理して今日は早起きします。そう、なんで早起きしたかというと、なんと本日東京ドームシティさんを貸し切りさせていただきました。そう、だからまあお客さんが入る前ということで、うん、この時間帯だったら俺たちが貸し切りできるということでね、今回ここを使ってある企画を撮りたいと思います。お、それは何かというと、まあ今まで iPhone を隠すかくれんぼとか、その Nintendo Switch を隠すかくれんぼとかやってきたじゃないですか。今回はこの遊園地を使ってこれを隠したいと思います。何これ、おでん？おでんじゃない、こちらです。おい、懐に入れるな、スッと。おい、何もなかったような顔するな。警察行きましょうか。はい、ポッケに入ってるものを見せてください。スーパーリウム。いやいやいや、それ犯人の言い方だよ。これだ。なんと今回、はい、現金100万円を下ろしてきました。100万円でございます。おお。今回は今までと違って、この遊園地にガチの100万円を隠したいと思います。1枚ずつ？いやいや、大変すぎる。これを使った100万円隠れんぼをやりたいと思います。大富豪が遊ぶやつじゃん。まあ、ただこれは終わった瞬間に銀行に即戻します。行ってみて。じゃあまずじゃんけんで隠す人、探す人、それを決めますか。はい、いきますよ。最初はドームシー、じゃんけんぽい。で、これ決められるの？あ、いいよ。じゃあ隠します。隠します。隠します。はい、じゃあまず100万円を隠す人、そして探す人、制限時間を隠すのが10分、そして探すのは20分です。なるほど。じゃあまずちょっと園内どういうところが使えるのか軽く回ってみましょうか。ここ見て、ヒカキンさん、はじめ社長、そして後ろにはフィッシャーズ。ないんだよ、並ぶな。じゃあちょっと今回ね、使える範囲もめっちゃ広いの。あ、コラボメニュー、フィッシャーズのお魚甘いの集合体。え、これも、いや、これ YouTuber じゃねえぞ。これ俺かな。これ YouTuber じゃねえぞ。で、オルタナチャンネルはね、この下にね、あの顔写真貼ってあるんで。地獄だろ。じゃあ次、2階もあります。2階も見てみましょう。で、今回のルールとしては走っちゃダメです。店内で走ると危ないんで。大御所アバンティーズさんです。なんでコマネチなんだよ。ああ、ここにも東海オンエア。出前のこれ怖すぎるでしょ、遊園地で。あ、チブジョバ、チブジョバ、チブジョバコラボしてる。ドラッピーじゃないんだよ。で、そこはね、ハイタッチ会をやったところですね。普通にお客ちゃんとクレーンゲームとかあったりして、向こうの方にも、あれ、おーい、おいでくな。なんか見るんじゃないんかい。あ、ついに出ましたよ、こちら、オルタナチャンネル。ようやくここに出現しました。どんなポーズしてんだよ。多分いるのはここだけかな。あー、で、こっちにもね、いろんな展示がある。これ赤ちゃん運動とか、都市密金点水力もあります。これめくれてる、都市密。こういう風に実際に YouTuber が使ったものも展示されてるっていう。なるほど。閉じ込められてる。なんでで、脱出ゲームじゃないんだよ。で、2階はまだまだ奥深いです。で、なんと、お、俺たちのコラボメニューが食べられるところ、お、あるということなんで、あの激うまなやつ。そう。あ、ただ店は閉まってます。今、ここ、コラボメニューの販売中。これです。これマジでうまいからね。オルタナエビカツドッグ、腕毛は入っておりません。正直オルタナとか関係なく、うん、めちゃくちゃうまい。うまいね。うん、だツイッターとかで食べましたとか来てるけど、全員美味しいって言ってる。マジでうまい。で、1000本日本の腕毛が入ってるってね。入ってないんだよ。大当たりですから。外れだよ。小問題で告訴されるよ。で、見てください。オルタナチャンネルのパネルと木下さんのパネルがあります。で、渋谷ジャパンのポーズ何？まあ、これよく毎回やってるポーズで。見たことないよな。まあ、いつも挨拶でやってるポーズですね、これ。こんなポーズ見たことない。渋谷ジャパンですよくやってますけれども、見慣れたポーズですね。7年ぐらいしないけど、こんな形した渋谷が初めて見た。このポーズで皆さんぜひ撮ってみてください。ここでぜひ皆さん食べに来てください。まだすごいな。これフォトショップで加工してもらったんだけど、すごいな。割れてるやん。ここでね、ぜひね、記念撮影撮ってほしいね。10分間測りたいと思います。はい、じゃあ僕はここで待ってるんで、10分経ったら戻ってきてください。わかりました。それではそうです。はい、それではいきます。よーい、スタート。おい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 、イージーすぎるだろ。食べますよ。あ、走っちゃダメだよ。さあ、では隠していきたいと思います。100万円、まあ、とりあえず一番遠いところ行きます。
あっちの2階行きたいと思います。カズさんこんなちっちゃかったっけ。ゴブリンみたいな。やっぱ遊園地って来たらテンション上がるね。探す時間に行くって多分結構あると思うね。でもまあ一番遠いところって意外に内藤もなんか推測できそうな気がするけど、これマジでうまいからぜひ食べてみてください。あとこっちのパフェもグミでパフェ作った、これもぜひ食べてみてください。美味しいんで、これやりたいわ。シンプルにこういうとこも絶対わかんないでしょ。これここ絶対わかんないでしょ。あ、取れないか、取れなくなっちゃうか、ここに入れたら。あ、だからこういうとことかね、こうか、このシンプルに下に置いとくとか。これわかんないよ。逆に遊園地っぽくないところに置くみたいなのもありですね、これ。でもまあ一番これ的にはあのあれ乗りたいんだよな。乗れはしないんだっけ。いや、あれ多分乗れますよ。絶対怖いけどね、あれ、うん、内藤はあれ無理だと思う。これとかもありなんだよな。あ、こっちにしようかな。これにしようかな。これかこっちなんだけど、これはスタート地点から一番遠いんで、こっち分かりそうなんだよね。じゃあここに隠したいと思います。一番遠いところに隠すかな。こういうの苦手なんで回るやつ、メリーゴーランドとか。荷物置きだ。あ、でも意外に隠すことないけど、こことかいいじゃん。この下とかね、ここにします。いいですかこれ。アギー大丈夫、これは。うん、大丈夫。意外とわかんないと思うから。意外とわかんないかもしれない、うん、同じ色だから、うん、ということで、ここに隠したいと思います。プンプンゴー。あらららららら、これ欲しいわ。いや遅い。え、20分くらいしかけちゃうでしょ。いや、楽しんでたから。おい、じゃあもう早速、はい、もう時間ないんで20分探していきたいと思います。それではいきます、よし、スタート。じゃあ、頑張ってください。いや、来い。まずは、この1階をざっと見て。だけどね、多分2階に隠してるでしょ。逆の手もあるからね。まあ、それもね、ありえるんだよね。逆に1階に隠すってのも渋谷パターン、よくある渋谷パターン。ちょっと、あの中とかに入ってないかも。一周乗ってみれば。で、時間がないんだもんな。ちょっとまず一つ目はこういう席のところに隠してないかどうかチェックします。あ、これオルタナサンデルのやつ、これ一番人気です、これがね。で、こういうところがないか一応ざっと見ます。あ、三つ先、三つ先なんて向こうもないか。やっぱり俺的にはここの1階で隠してないと思う。2階だと思う。どこに隠してんだ。言わないだろ。ちょっとここを見たいな。こういうとこに。あれ？同じ顔だよね。あー、ないな。ここにもない。お忘れしました。うわ、あれとか怪しい。残り14分。結構あるじゃん。これもYouTuber の顔がね。ない、ない、俺の100枚ください。なぜ？ない。これさっき森の中でも隠していいって言ったんだよね。似てないな。どこや？まだこっちにもあるからね。ブルームエクスプレス。うわ、こういうの苦手なんだよ、メリーゴーランド。え、ってこと隠してない、ここには。こういう荷物置き場のところに今あるの。地味に怖い。確かない。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 なんでだよ。これ乗ってみてよ、ないと。これ本当にやばいやつ。あ、分かった。これ乗って上から眺めればいいんだ。100万円。どこまで勝って見えるかもしれない。そうだよ。
ここが果て、今一周見たけどなかったから、ちょっと上高い位置から眺めよう。100枚の束が見えるかもしれないから、これまあ普通になんか気球みたいな感じで、そうだね、高くこうやってたりとか、まだ時間あるから絶対見つかんない。でも俺あそこの一番上に隠してるとかあるからね。怖っ。スカイフラワーに乗って100万円をこの上から見つけたいと思います。一番効率がいい見つけ方だ。これでもう見つけたって言ったらそれで発見だから、ね、ああいいよ。ああすごい、見えるかもしれない、視力いいから。そうだね。おお、始まった。ああちょっと待って。ああちょっと待って怖くない？怖いね。ちょっと待ってマジで怖くない？ちょっと待って、マジで俺これ目線外せないマジで。ちょっと待って、落ちないのこれ。ちょっと待って、マジで目線外せない。本当にマジで目線外せない。ちょっと待って怖っ。思ったった。俺一切外見てない。残りですね、あと2分。目星がついた。もう決まりました。さすが怖っ。思った以上に怖かった。これ実はさっきあのスタッフさんにこれ乗ってもいいですかって言ったら、ちょっと怖いからやめといた方がいいですよって。意外と降りる時がスピードがある。ない。残り30秒あった。見つけた。これビニール袋、これ100枚入れてたやつだ。ここだ。に置かないで終了。終了のチャイムが鳴りました。間に合った、ギリギリ間に合ってないんで。じゃあということで残念です。正解発表お願いします。はい、一回見てるよね。超ギリギリ見逃してた。マジで？めっちゃ近いじゃん。俺ここ見たよ、一周ぐるっとちゃんと。内藤はですね、こう歩いてきて、うん、早めの段階で見てたんですが、うん、ここでなんとこっちを見たんですね。ゴミ箱を見逃したんですが、なんとそのこっちに、えここかこれかー、惜しかった。こっちのゴミ箱を見てたから、ちょうど意外と見つかりそうだったのに。マジか。ギリギリ見つかりませんでした。うわ悔しい。ということで、ハギなんだっけ、見つけられなかったので罰ゲームをやっていただきます。えっ、ゲートコースになってもらいます。うわ顔がガチだよ。あーやだ。あーちょっと入ってるでしょ。マジで無理だわ。マジかよ。無理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 。